日刊現代週末レース予想の時間です。今週も武田さんと、そして電話の向こうは大谷記者です。どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。まずは先週振り返っていきたいと思いますが、ジャパンカップ勝ったのはベラアズールでした。はい、はい、どうぞ。いや、ベラアズールね、うん、あの私も競馬場に行ってみてたんですけど、ああ本当に、はい、いや直線で結構前が結構壁になってるななんて思ったんですけど、うん、あのもう隙をついつく馬さとそれに応える馬、さすがですね。やっぱりライアン・ムーア様だと思いましたよ。様ですか。様ですよ。本当にあれだったらこう焦っちゃったりしないのかなって思ったところ、ちょっと相手とこをスッと入れて、それにちゃんと馬が応えて、で戻ってきてドヤ顔っていうね、まあ、そのドヤ顔は私は権利入れないんで、あの気づき者のツイッターで見たんですけど。あ、なるほど。そうなんですよ。まあちょっと腹立つぐらいクールだよね。そうですよね。本当に、まあ、この時だけちょっとね、笑顔って感じだけどね。いや、さすがにね、こうダートを中心に使われてきて、芝でね、まだ何戦もしないのに一気にここまで駆け上がって JC まで制してしまったというベラアズールもすごいですね。うん、それはもう、はい、すごいとしか言いようがない。はい、だってオープン馬になってもたった半年よ。そうなんですよね。これだからさ、来年とかのね、またさらなるこう成長っていうか、もう期待もできてとってもいいですよね。まあ、ただまあ前にもねちょっとあの触れてますけど、まあ、日本の長距離路線がちょっとまあ役者不足だからっていうのもあるんだろうなとは思うけど、そうですね、まあ、ちょっと大谷記者にも聞いてみましょう。はい、まず勝ったベラアズールについて。そうですね、まあ、そのね、今武田さんも言った通り路線的なものもねちょっとあると思う。まあ戦前から言われてた通り、今回のジャパンカップちょっと例年の中でもメンバーが落ちるかなって言ったのもあったので、うん、まあね、レベルについてはちょっと評価しづらいところあるんですけど、まあでもベラアズール立派ですよ。うん、立派、立派、立派だ。本当、芝に変わってね、わずか6戦で、はい、うん、一気に、まあ、この路線の頂点まで来たわけですからね。うん、まだまだこうそこを見せてないし、ちょっとどこまで強いのか計り知れないようなところもあるんで、うんうん、楽しみですね。この後なんか有馬記念に使うって、そうですね、そうね、はい、前向きにということですよね。うん、まあ問題は、かなりのいいメンバーが揃うんで、今回の有馬記念相当揃いますよね。はい、だから JC 以上の相手関係と、うん、はい、まあ、当然ムーアが乗れないというね。そうなんですよね、クリスマス帰っちゃうんですよね。もう今週いっぱいで香港渡って、はいはい、お腹いっぱいですね。そう、まあ、そうですね。4億円のレース買ってこれだけで2000万だぜ。 5%。 そうですね、本当ですよね。2分ね、2分2、30秒でね。2000万。いや、まったく、いや、まあそれにしてもお見事でしたけどね、ムーアちゃん。いや、本当お見事、本当に見事です。うん、やっぱり何だろう、こう開くのを待つ時もこうね、うん、ただ引っ張ってるだけじゃなくて、こう溜めるだけ溜めて、こう矢を引き絞るようにして、はいはい、一気に前が開いたところで突き抜けていくの、はい、なんかちょっと古いけど、うん、里のクラウンのトースポハイとか思い出すような感じの、うん、ね、立ちっぷりでしたね。なるほど、ムーアジョッキーらしい、はい、うん、そうですね、やっぱタイトなレースをね、ベラズールが勝ったっていうより、ムーアが勝ったって感じもしないでもない。いや、まあもちろんそうなんだけど、うん、ちゃんとそこに応えられる馬であったってことですよ。うん、こうやっぱりね、そのそうやってあのね、漁そうと思っても応えられない馬だって多いんだから。まあそりゃそうだね。それスッと抜けられたの、馬もすごい、さすがだよ。はい。はい、でまあ、目黒さんの本命が勝ってね、私の本命が2着だったんですけど、はい、まあシャフリアールね、まあ、頑張ったけどちょっと後味はいろいろ悪くなっちゃったし、まあ、まあ、まあそうですね、
クリスチャン、これで2週連続の非常停止。はい、それね、なんかこう、うん。精裁追点が加、30そ点を大幅にう、超えはてい、しまいましたし、まあ、そもそも非常停止2回で、うん、もう来年の短期免許は交付されないはとい、いうことそうでですすね、が、馬は頑張ったんですけどね。まあちょっと川田君ダノンベルーが派手に立ち上がっちゃったんでね、車高の程度としてはまあそこまで大きいものではなかったように思いますけど、まあ過重制裁なんだよな。まあ、結局ね、まあ2ちょっと週連続といもうう。たまってたってやつですよね。ポイントがたまりすぎちゃってたっていうね。大谷記者にまあこの不利受けたダノンベルーがどう見ましたか？そうですね、一瞬突き抜けたかと思ったんですけどね、もう不利を受けた時にはもう完全に足色がなくなって下がってたあたり、まあどうなんだろう、あそこから突き抜けて押し切るだけの体力がまだつききってなかったのか、まあ、あとは天皇賞の仕上がりからさらにもう一段階上に持ってね、さらに上に上げきれなかった分の弱さがまだ3歳馬であっての差なのかって感じですね。で、じゃあ最後に大谷の本命だったベルトライゼンで結構人気になったね。そうですね、単勝1000円切ってくるとは思わなかったんです9.5けど、倍。いや、本当そうですね。4番人気。レースとしては、ね、枠も良かったし、もうレーンジョッキー完璧に乗っての、まあ、この3着はちょっと仕方ないかなって感じですね。この並びの3着で馬券にするのは、まあ、なかなか難しかったなってところで。まあ、次行きましょうって感じですね。まあね、でも私の本命と武田さんの本命と大谷さんの本命の3頭ボックスだったら3連単が当たって9000ぐらいついたもんね。まあ、まあね。あんまりこれまでの実績から信じる人いなかったかもしれないですけど。 は確かに。まあい、昔から信じる人はたまには救われたるっまにていはう救われから。ん、そう、でも私はすごく印象的だったのはシャフリヤールの藤原さんが、もう完璧、レースとしてはシャフリヤールのレースとしては完璧なんだけども、勝った馬何？ベラーズールです。エーシンフラッシュかよーって言ったっていうのがね、やっぱり一番、ああそうだよなと思って、そう、藤原厩舎でしたから自ね。分が手がけたそうダーそう、ビー馬の息子にやああられたっていうそういうね、ことですよね。まあ何とも皮肉な結果ではありましたが、でまあジャパンカップ自体は低配当ではありましたけど、大谷記者京都2歳ステークスの馬探偵中、素晴らしいです。相沢厩舎、相沢ま厩舎た相沢って厩舎だよ。勝つよね。そうなんですけど、ちょっとね、あんまり胸を張れないのが、グリューネグリーン黒三角だったんですね、やった。黒三角と対抗なんだけどね。そう、2着トップナイフが対抗でしたなって感じの 情けない当たり方だったんで、まあ当たり当たりです。踏み込みきれませんでしたね。私は堂々としたもんよ。京阪杯。京阪杯、丸二豊重島、丸。素晴らしいです。キルロード本命。あ、こんな豊人島気花ねえ王んだとで思っす。た。ああね、なんかいや、豊島花王からじゃないんだってちょっと思ったけど、キルロードからですね。なんか珍しく、割とすんなり、自分としてはそこまで狙ったつもりじゃなかったんだけど、3連単6万ついて、素晴と。らしい。だから、まあ、動画以外にもね、紙面の方もご覧ください。ぜひぜひ、当たる時があるんですよ。ね。たまには救われ る。そういうことです。さあ、それでは、今週は中京でチャンピオンズカップが行われます。こちらの方の話に移していきましょう。まあ、チャンピオンズカップね、今、ちょっと馬柱の方をご覧いただいてますけど、これちょっと、私も、大谷記者も、こちらの方には印が載っておりません。まあ、そうですね。私この前まで、まあ、チャンピオンズカップとかね、高松宮記念、中京の G1 入ってたんですけど、ちょっと後輩に譲りました。ということで、まあ、印はこちらの方、下の方になっておりますが、そうですね。大谷記者が載っとるので、私が帝王ケインズと。まあでも
テオ・ケインズでいいんじゃないかな今回はと俺は思ってんだけど、個人的に。だってさ、昨年のこのレース、2着に1秒差よ。まあその2着の馬も中和ウィザードで実績のある馬ですからね。着差っていうのはまあ当然ね、相手関係によるところが多いの、大きいので、単なる数字だけだったら、まあそんな1秒なんてね、まあどうにでも、G1 ってどうにでもなっちゃうは言い過ぎなんだけど、まあそういうところもありますけど、まあ2着が中和ウィザード、これが前年の勝ち馬なんだよな。に1秒もの差。これって非常に似てるケースが1個だけあんのよ。ダートの G1 で2着に1秒以上の差をつけたのって、当然あと他に1頭しかいないんで、 JRA の G1 でね。黒船ちゃん。そ そうですよね。う、黒船がね1秒1なんですよ。2001年当時のジャパンカップだと。でこの1秒1差の2着だった馬は、これも前年の勝ち馬なんだよ、ウィングアロー。そうか、そういう非時代常に似か。てるでしょそうですね。このケース。で、まああとテオ・ケインズに関して言えばね、まあいろいろあるけど、まあ3走前のヘイアンステークス、これまあ同じ中距離、距離はね、この時1900m ですけど、59キロ背負って勝ちました。59キロ背負って、まあ0秒4歳以上つけた馬ってなるとね、やっぱいないのよ、そんなに。ダートではね、まあもちろん G1 であるわけないんだけど、まあ全部 G3 の話になりますが、2000年以上だと3頭目で、1頭目がゴールドアリュール、これアンタレスもステークス。う素晴らしいですね。で、2頭目が2003年のエルムステークス、アドマイヤドン。まあ、この2頭って共に1秒以上っていう、またとてつもない強さではあるんだけど、やっぱ59キロ背負って勝つような馬ってのは、まあ歴史的名馬の域だな、もそうですよね。う。で、まあサウジカップ負けたのはまあ仕方ありません。帝王賞ももはや陣営がこの時は体調悪かったって認めてますそうかでらすね。ね、もう素直に力を信用しましょうという、非常に今回もつまらない予想でございますが、テオ・目ケイン黒ズ。さんの本命はその、テオ・ケインズです。いや、迷ったんですよ。乗ってるのもね、調教すごくいいからいいかななんて思ったりしたんですが、まあテオ・ケインズにしました。やっぱなんでね、左回り強いって。まあね、その印象はあるね、確そうかなに。んですよ。で、負けたのがたまたまかもしれないけど、右回りなんだよそうなんですな。よね。で、やっぱりその地方に行くとなかなかね、力が発揮できないっていうところもあったところ、盛岡では勝ったんですが、やっぱり JRA の砂の方が絶対この馬は力を発揮できるんじゃないかというところもあって、いや昨年ね、1秒の差があって、もう変な話、あの着差じゃなければ最優秀ダート馬ってあっち行ってた可能性ってなかったですかね、マルシロレーヌとか。でもこの強さって、これはやっぱね、覆えないよなってこういう思わせるものがあって、で今年もね、その帝王賞がちょっといまいちの調子だった。でも盛岡ではそんなね、大差ではないけれども、しっかり勝ち切りました。で、もしかしたら今年はそこまでの差は、ね、去年ぐらいの差はないかもしれないけれども、去年のあれ、あの競馬を見せられたら、やっぱり今年もね、テオ・ケインズで仕方がないなって最終的には思いました。一つだけ気になってんのは、松山ジョッキーのメンタルだけだな。だって先週のベラーズールと4着のね、デアリングタクト、
お手馬1、4着だぜ。お手馬っつうか前そう、い走や、乗しってかたも、馬ね。そうね、しかも、ステアリングタクトは、もしか、なんかもうね、終わってんじゃないか説ぐらいまであるところを、見せ場あるも4着ですから、あ、なんかこう、もちろんね、あ、手代わりって大きいんだなって思った人も結構いたかもしれないですよね。そうなんだようん、ね、ね。だからここで本当すっきり勝ってほしいなという思いがあります。そうですね。大丈夫です。で、大谷記者の本命に参りましょう。お待たせしました。乗っとるの？乗ってるのにしました。まあね、私も本当テオ・ケインズにもう屈しようかなと迷ったところだったそんうですね。けど、屈する。そう、屈しようね。もうただテオ・ケインズでどうしても気になるのが、やっぱJBC クラシック勝った馬ってちょっとチャンピオンズカップでいまいちなんですよね。まあそうああ、ななんるほだどよね。な、確かに。JBC クラシックってやっぱそうで結すね。構ね、交流 G1 の中でも価値の高い、賞金1億円で、ね、価値の高いレースそうでなんすで、そね。こをやっぱ勝つとなると、もう結構しっかりね、仕上げて、もう勝ち切るとなるとハードな競馬にもなりますし、なんといっても辛いのは、そこから中3周でっていうのが、ちょっそうでとすね。やっぱり厳しいんじゃないのかなっていうのはありますね。特に今年は盛岡までの遠征をしての、ことですからね。ちなみに JBC クラシックとチャンピオンズカップ、まあ、ジャパンカップダート時代も含めて連勝したのってバーミリアン1頭しかいないんですね。バーミリアンやっぱ強かったもんな まあね、2年前かな、クリソベリルも同じような感じで来て1.4倍の断然人気裏切っての4着だったりとかあるんで、まあそういう子ら辺が気になって付け入る隙がないかなと思って、まあ新興勢力3歳馬乗ってるのを狙ったんですけど、こちら対照的に秋初戦の日テレ杯7着に負けてるんですね。まあこれをいいふうに捉えたいというか、この時はやっぱ日テレ杯って9月の競馬だけあって、まあ残暑が厳しいじゃないですか。で、その時期からこう仕上げに向かっていかないといけないっていうので、やっぱりね、調整過程、時計の推移とか見てるとちょっと手ぬるかったんじゃないかなと思うんですよね。直前こそハンド50秒9出したとはいえ、まあね、ハンド3本打って1本だけっていうのはちょっと休み明けにしては物足りなかったなと思うんですよ。その点今回はですね、11月10日に発動け、いきなりハンド51秒3から始まって、もうその後はウッド5本乗って、直前も武豊ジョッキーを背にハンド52秒1、1ハロン12秒0と、まあ明らかにこう仕上げの質が本番仕様になってますよね。そうなればもう今年の3歳馬のレベルの高さっていうのは、JBC クラシックに3着したこととかも見ても分かる通りなんで、その中のジャパンダートダービー勝ち馬乗ってるの、ちょっとこの時もね、外外回って本当に強い勝ちっぷりでしたから、本領発揮すれば王者テオ・ケインズだともなるんじゃないかなと期待しています。そう、今年の3歳ダート強いんだよな、本当に。そうですね。まあダートに限らずっていう感じでもありまいすや、けもど。ちろん、まあそれはもう何度も何度もね、もう喋ってるから、まああれですけど、ダートってもともと例えば交流重賞とか、そもそも3歳馬が走らない、まあ正確に言えばまあ走れそうでなす。い、そうですね。そんなに賞金がない、賞金がないから当然枠に入れない。なんだけど今年はもうすごいね。そうですよね。3歳は多いですよね。なんか一頭だけ強いとかっていう感じの時は結構ね、クリソベルドベリルとかあそうるでんですよすけど、ね。今年はなんかいろんな馬がそう出なんてでるすよんですよね、ね。3歳馬。なんかその
メンバーで戦っても毎回勝ち馬違くなりそうって感じでそうすもなんんね。はい。でうん。まず、まあ、紋別のブリーダーズゴールドカップ初めて3歳馬が勝ちました。それから、まあ、JBC に至ってはね、レディースクラシックそうです3歳馬のワンね。ツー、もちろん3歳が勝つことだけでもすごいのに、史上ワン初のワツー。ンツーだし、でクラシックでは2、3だし、で日テレ杯勝てはしなかったけど3頭出てたんだよな。3頭も3歳馬が出てくることもよくよく考えたらすごいし、まあその中のね、世代の頂点に1回立ったのがこのノットルノで、前回まあ武豊乗れなかったですけどね、今回は乗っとるの？いや、そろ そ松ろ山ジョッキーから乗っ取るのそうにのなりましとたるね、ね。ほんとね、ほんとですよね。これも。まあ、いろいろ条件代わりは当然いいよね、本当に。でまあクラウンプライドとかね、ハそうピでとすか、ね、まあ他にも気になる3歳馬もいますが。まあ、あと大谷記者にじゃあ黒三角だったよね、グロリアムンディ聞いてみましょうか。そうですね。この馬もダートに転向してから全くそこを見せていないですし、まあ、今回休み明けっていうのもは多少気になるのはありますけど、もうね、好枠引いてムーアジョッキーで、そこら辺を相殺してくれば、ちょっとやっぱ怖いですよね。なるほど。まあ私は相手本線に3歳馬の中から乗っとるのではなく、クラウンプライドの方を一応チョイスしたんですけども、まあ日テレ杯2着、 JBC クラシック2着、まあ JBC でね、まあ帝王ケインズに負けてますけど、まあその後の、まあ俺があんま調教のことああだこうだ言ってもあれなんだけど、まあ攻め込んでいるので、そこで逆転の余地が生まれるのではないかと。テオ・ケインズはもうある程度完成の域ですけど、クラウンプライドはねまだ3歳馬でそうなんですよ当ね。然上昇の余地がありますし、まああと気になるっちゃ気になるのがジュンライトボルトなんだけど、これ来たらベラーズールの逆バージョンだよな、本当に。本当で すそんなこね。とが本あ当るでのすかどうね。か。ダートにね、転向してからすごい成績上げてきた馬ですからね。気にはなります。気にはなりますね。どうなるかね。本日土曜発売、日刊現代の一面であります。だから詳しいことはそちらの方でも、ぜひ紙面の方をご覧おく願だいいさたします。ということで、大谷さんの本命はノットルノ、そして私と武田さんが帝王ケインズ本命ということでお話しさせていただきました。前回のジャパンカップのように、皆さんのね、推奨馬がちゃんと馬券に絡むような予想がお送りできていればいいなと思っておりま本す。当 そそうですね。う。まあちょっと、まあ人気サイドではありますけどね、帝王ケインズとか。まあね、来て当たり前、来なかったら格好悪いっていう。そうですね。そういう感じではありますけれども、ぜひ参考にしていただいて、信じるとね、当たる時があるんですよ。ということで、チャンピオンズカップについてお話しさせていただきました。今週からね、東京から中山に移ってということになりますけど、ぜひ皆さんも土日もね、すごい重賞もたくさんあるからもう師ね。走だからね、本当あいとやー、一開催ですよ。本当ですよ。12月に入った途端寒くなりましたけど、皆さんもね、体調崩さないようにお気をつ懐けくだだけはさい。寒くならないように。そうで、そこが暖かければなんとかなりますから。ということで、今回はチャンピオンズカップについてお話しさせていただきました。ぜひ皆さん頑張ってください。この辺で失礼いたします。ありがとうございました。